211系高 A59 編成が大宮総合車両センターを出場しました。JR 東日本は3月15日大宮総合車両センターを出場した211系高 A59 編成を大宮から新前橋へ改装しました。211系電車は 国鉄時代の1986年より営業運転を開始した直流近郊型車両です。2024年現在、JR 東日本の中では、高崎地区と長野地区で運用しています。高崎地区で運用しているのは、高崎車両センターに所属している6両編成7本と4両編成20本の計122両です。 両毛線、上越線、穴妻線、新越本線で活躍しています。このうち、高 A59 編成は、2月14日より、埼玉県埼玉市にある大宮総合車両センターに入場していました。大宮総合車両センターでは、全般検査と延命加工事が行われました。高崎車両センター所属の211系において、 当面使用に伴う延命加工事が行われるのは今回が初めてとなります。車両の屋根状のベンチレーターを撤去して幕板を張る工事などが行われました。2024年度は10編成で延命加工事が行われる予定です。これで3月15日の経営 B ニュースを終わります。